よろししくお願いしますす石浜です J ポストはプロテオムデータベースですけどもそういうデータを格納する部分このリポジトリという部分とそれから再解析をして標準的な手法で再解析をしてデータをインテグレーションするとでさらにそれを皆さんと共有することによってデータサイエンスに貢献するというコンセプトで開発されております。 でリポジトリの部分はこのプロテオムエクスチェンジというあの国際コンソーシアムのまあ一員として2016年からまああのーとデータの格納を始めていますで、えっと、世界的に見ますとあの現在6カ所のこういうリポジトリがありましてでアジア・オセアニア地区ではまあ J ポストそのもう一つ中国のハイプロックスというところがあるんですがまあこういう体制でえっと進んでおります。 で J ポストのまあユーザーということで言いますとまあ、当初予想していたアジアオセアニア地区以外にもヨーロッパやアメリカからも実はあのユーザーがおりましてまあ、28か国からデータがデポジットされまたそのえっ、ー、とデータのこう蓄積ですけども、えー、まああの直線的というよりは少しこうあのだんだん角度が上がってくるような形でデータが集積しております。 でこれまあ最新のものですけれども、えー、っと先ほどのものと比べて3ヶ月後で50プロジェクトぐらい増えてますので、まあ、当初1年間に0 0プロジェクトかなと思っていましたけども、まあ、あのそれをはるかに上回るスピードで、まあ、データが蓄積しているという状況です。であのやはり半分が人のデータなんですが、まあ、人だけではなくてやはりあの、まあ、あのマウスやそれから、えっと、イーコライそれからアラビドプシス等もこう入っているという状況です。で えっと今回はその、えー、っと穀物類ということなんですが、まあ、そこはまだまだあの、えー、っとこのアザーツに埋もれているような感じになっていますが、えーっとまあ、あの徐々に蓄積が、えー、開始されているところです。でこの再解析のところを少し紹介してさせていただきたいんですが、えーっとまあ、プロテオミクスの一つの、えー、っと標準化の必要性というのは データを最終的に確定するときにあのいろんな手法があの各、えー、っとラボで取られてしまいますので、まあ、その、えー、信頼性の度合いが、まあ、ばらついているというところが一つ大きなところがあって、まあ、それを統一的に、えー、っとこのフォースディスカバリーレートをコントロールしながら、えー、データベースに格納していくというところが重要なステップです。でまあ、そのののためにこデデコイーータベースというのを使って えー、このフォースディスカバリーレートをあのコントロールしながら解析を進めていきます。で重要なのは、まあ、データベーこのタイプのデータベースで重要なのはあのどんどんあのデータを格納していきますので、まあ、データサイズが大きくなっていくとその時に、えー、このターゲットの、えー、っとこう足していったものに対してでウソヒットもまあ同じように足していくんですが。 ターゲットの方はあの多くのタンパク質が重複しているので、まあ、重複部分はどんどんまあ重なっていくと,でところがデコイの方はあまり重ならないので。 偽ヒットの方がどんどん増えていきますのでこれ個々の解析では1%でフォースディスカバリーレートでコントロールしていてもこれ4つの解析を足してしまうと実はフォースディスカバリーレートが2.41%で2.4倍になるということ,あのことがあります。なのでここをどうやってコントロールするかっていうのがこの大規模データベースの一つの技術的な課題です。 で、我々はこれをあのクリアにするために、あのユニスコアというえっとスコアリングをあの導入しました。検索エンジンによらない。 まユニバーサルなスコアリングをま導入したということになります。で、これは既存のスコアリングとどういう関係にあるかっていうのをこうプロットしています。これ四種類の既存のスコアリングに対してこの新たに導入したユニスコアっていうのがまあ大体性の相関にあるんですが、まあ、ほどほどにこうばらついているということがわかるかと思います。で、実際とどういう結果が得られるかということなんですが、先ほどのその四種類のスコアに対して。 このユニスコアでもう一回、えー、っとリソートをすると、えー、フォースディスカバリーこれ Y 軸フォースディスカバリーレートですがその1%のところでのヒット数を見ると、まあ、オレンジの曲線が右にシフトしていることが分かりますつまり、まあ、この分だけヒット数が増えているということになりますで大きなメリットはこの4つの結果をマージすることが可能であると。 いうことですでマージしてもあの先ほどお示ししたように FDR が増えてしまったらどうしようもないので,でそれがこの FDR1% でマージしたものでどのぐらい増えるかということがまあ、これで分かりますなのでこのブルーのラインに比べてオレンジのラインが常に右側にあるということはまあ、このユニスコアというのが、えー、っと同じ FDR で、えー、より多くのヒットを、まあ、生み出すことができるスコアリングであるということが言えます。で 異なるデータセットに対してこれはあのリン酸化プロテオミックスのデータですけどもまあ、リン酸化就職を受けたものに対してもまあ、既存のものと比べてもまあ右にシフトしているということでこのスコアリングが有効であることが分かりますでより大規模なデータセットに対してこれをあの当てはめてみましたでこれはヒューマンプロテオムプロジェクトのデータセットの中のまあ一番大きなデータセットを,を用いて再解析を行いました。 でそのデータセットを構成する4つの,あの、えー、サブグループのデータがあるんですが、えー、それぞれに対して、まあ、このユニットスコアっていうのは常にこう、えー、っとより多くの,あのヒットを生み出していることが分かると思います。でこの4つのデータセットをマージすることが可能ですのでそれをマージしてそれからタンパクレベルに直しますと、まあ、あの既存のものと比べると、まあ、このぐらいの、えー、これはタンパク数ですので、まあ、タンパク数として。 1000たん以上の,、まあ、あのより多くのヒットを生み出すことができるということがわかりますで、まあ、このように標準化してあの、えー、異なるソースのデータも一つの、えー、標準化のスケールの上でまとめることができるんですがそうやってまとめたものをさらに、えー、解析に供するわけですでそのツールも、えー、この、えー、JPOSTDB というところで、まああのえー、行うことができます さまざまなデータが全部こう合わさったものをまあグローブと呼んでますがそのうち必要なものだけをまあ切り出してでさまざまな解析を行うことができます。で例えばこれは染色体別にえー、っとこの切り出したスライスの中にどういう、えー、これ人の染色体ですが、えー、どういうふうな分布をしているかでそれからその同定、えー、された タンパク質がどういうクオリティのものなのかっていうのがここに載っています。これま後からもう一度お示しします。さらにセミ定量あのデータですので、まあ、えっと二つの異なるデータセットを相対的に比較したときに。 どういうものが増えているかどういうものが減っているかというようなボルケーのプロットをすることができ、まあ、さらにタンパクタンパクインタラクションやそれからこのゲノムブラウザーのような感じで、えっと、タンパク質のブラウザーですけどもそれにこう貼り付けることもできます、まあ、このようなデータの可視化それからまあ解析ができるということですであの午前中最初の,あのご発表にありましたチップアトラスとの連携というのも進めてまして、えっと、このプロテオームのレベルで例えば増加したもの についてこの増加したタンパク質をコントロールしている転写遺伝子は一体何なのかっていうものをここを取り出して例えばチップアトラスに飛ばしてそこからどういうものが濃縮されているかっていうことを、えー、っと調べることができます。つまり変動遺伝子の発現を制御している転写因子を推定できるということになります。 であの今回の主題であります、えー、っとこの穀物のえっとプロテオムについてです。で例えば、米についてはまあこういう感じで、えっと、ここにライスと打つとまあこういうのが出てくるで、えっと大豆と打つとあの小松先生の,あの投稿されたデータがまあこのように出てくるわけです。 これはまあ今後のことなんですけども、えー、っとさらに多くのデータを集積するとともにもう一つ重要なのはあのこれはあのプロテム・エクスチェンジという、えー、っと国際コンソーシアムの,あの一部になっていますので、えー、っと他のリポジトリに集積された、えー、穀物のデータも同時に取ってくることができそれでもって再解析をしてで、えー、それをさらにデータ登録をすることができます。 でデータのインテグレーションがされますとこのデータベース部分によって、えっとまあ、発言データベースが。あの を可視化できますので、その比較定量を行ったりまあ、各種ツールによりデータの可視化を行ったりまあ、代謝ネットワークの上に乗せてま解析をしたりということがあのできるようになると思います。で、さらにこのえっと小松先生もおっしゃってましたが、このミッシングプロテインというものの、童貞ができるということになります。で、ミッシングプロテインと言いますのは、タンパク質レベルでの発現がいまだに確認されていない。 多分タンパク質として発現しているだろうと思われているもので、ただタンパク質としてのエビデンスがないというものですので、まあ、こういうものをえー、っと、えー、可視化することによりまして、まあ、様々な情報が得られるわけです。で、これは人の場合ですけども。 えっとまあ、プロテインエビデンスとして、えー、大体こう5段階に分かれていて、まあ、一番上がそのタンパクレベルでの発言がすでに確認されているもので2番目がトランスクリプトのレベルで発言が確認され3番目はホモロジーの観点から多分あるんじゃないかと思われている等々にこうレベルが5つに分かれています。でこういういものが、えーっと 再解析をした後にざっとリスト化されますのでこのミッシングプロテインが何ていう染色体のどのぐらいのところに位置をしていてそれが今回初めてタンパク質として発現が確認されたというものがあのどんどん情報として集積していくことになりますので、まあ、大豆等もまあこういう情報を集積していくことが可能となると考えられます。 でこのようなデータベースで、えっと、一番重要なのは、えー、そのデータに付属している、まあ、メタデータをどうやって集積してくるかということになります。で異なるラボラあの研究室から投稿されるデータですのでそのクオリティがどうしてもバラバラになるということで、えー、っとこれは日本プロティオム学会が中心になって、えー、このジャーナルオブプロテオムデータメソッドっていうものを創刊するということを、えー、っと計画に入れていたわけですが。 えー、まあ、こういうものを作りまして、えー、投稿システムも整備して、えー、っと数日前ですけれどもあの送還をいたしました。でこれによって、えー、っと J ポストに投稿されたデータのメタデータを改めてここで集積しで我々がまあレビューをしますのでそのクオリティを統一してでこのデータをもってまあ再解析がまあ進むんではないかというふうに期待をしているところです。以上ですどううもありがとうございました